大気浄化法は、アメリカ合衆国で1963年12月に制定された大気汚染防止のための法律。酸性雨対策や、オゾン層の保護が目的であり、自動車の排出ガスの削減や、二酸化用排出量の削減、フローン、四塩化炭素の全廃が主な内容となっている。1970年。 1977年及び1990年に大幅な改正がなされている。日本語訳においては待機正常法と訳される場合もある。1970年待機浄化法改正法は通称マスキー法と呼ばれる。アメリカ合衆国上院議員エドマンド・マスキーの提案によるためこの通称が付けられた。特に 自動車排出ガス規制に関してこの用語は引き合いに出されることが多い。1971年7月2日、アメリカ環境保護局が官報に告示した内容としてはことをそれぞれ義務付け、達成しない自動車は期限以降の販売を認めないという内容であった。1972年には1976年型の基準が定まった。 窒素酸化物に対しては 0.4g マイルと規定されている。自動車の排気ガス規制法として当時世界一厳しいと言われ、クリアするのは不可能とまで言われたものであった。実際には、レシプロエンジンでは1972年に日本車メーカーのホンダが CVCC を開発してクリア、翌1973年には、 マツダのロータリーエンジンもサーマルリアクターの改良によりクリアしているが、ビッグスリー側からの反発も激しく、73年4月にマスキー法は1年間の実施延期となり、翌1974年6月には1970年改正法修正法が成立し、マスキー法の正規規制値は実質的な破案とされた上に、修正規制値の適用もさらに2年間の延期となった。 1975年には EPA がさらに1年の実施延期を発表するなどの右翼曲折をたどった。しかしながら排気ガス規制自体は徐々に進み、アメリカ本土においては1995年にはマスキー法で定められた基準に達したが、スモッグチェック制度を独自に制定するカリフォルニア州を除いて、 アメリカ合衆国連邦政府には、日本の車検制度のような強制力を持った排ガス、検査制度がないため、新車登録を済ませてしまえば、あとは違法改造されてもまず検挙されることはなく、ざる法であるという意見もある。一方、日本では、1973年の昭和48年、排出ガス規制制定と同時に、 中央公害対策審議会での審議により、マスキー法における1976年型までの排出量目標を直接の下敷きにする形で、以後の排ガス規制の基準値を制定することも、同時決定した日本においては、COHC の大幅強化を図った1975年の昭和50年排出ガス規制、NOX の大幅強化を図った1976年の 昭和51年排出ガス規制を経て、1978年の昭和53年排出ガス規制にて、NOX ベースで昭和48年4月以前、使用過程車費8%まで縮減、マスキー法の目標値を完全達成することとなった。その後も、対象形式全てに対して1から3年おきに、排ガス検査を義務付け、クリアできない。 使用過程者は、行動走行を許されない、車検制度も、相まって、昭和53年規制は2000年に、さらに基準値が強化された、平成12年排出ガス規制が成立するまで、明日ともに、世界で最も厳しい規制と言われた。2012年、韓国の現代自動車と傘家のキア自動車が、 アメリカ国内で販売したヒュンダイサンタフェなどで燃費の偽装表示を行っていたことが発覚。2014年11月3日、アメリカ司法省と環境保護局は、両自動車会社が大気浄化法違反の制裁金として、過去最高額となる1億ドルを支払うことで和解したと発表した。1998年、ホンダはハイガス制御システムを無効にした車両を、 販売し、同法を違反したとして、2億6700万ドルを支払うことで和解したと、アメリカ司法省、環境保護局、カリフォルニア環境応答局が発表した。和解金の金額は同法における、史上最高を記録した。また、この和解金には1260万ドルの民事における、史上最大の制裁金の金額も含まれる。客中。 マイガス規制を正式告示マイ政府、中国新聞昭和46年7月1日、3面第2部、第2章第3節第3項排出ガス規制の、強化トヨタ自動車75年市昭和48年版環境白書、公害の現況を呼び、公害の防止に関して講じた施策第2、章大気汚染の現況と、対策第2節自動車公害の現状と対策から、 三自動車排出ガスの規制強化愛知県環境調査センターから進んだ爽やかな青空を取り戻すために自動車排出ガス規制の解説。ジャマレポートナンバー92排出ガスの低減とヤキャップ一般社団法人日本自動車工業会現代木や燃費課題表示で巨額制裁金埋当局にザクザク httpww. ザクザク COJP、ソサエティ、フォーリン、ニュース、2014 110万1104、FRN1 兆4110億4093万 7002N1、HTM2014 年11月11日、閲覧。USEPA、以下、アメリカン、ホンダモーターカンパニークリーンエアーアクトセトルメント。USEPA、2020年12月5日閲覧。 注釈昭和53年規制の場合、昭和53年式から平成12年式に至る、すべてのガソリン LPG 機関の普通自動車、小型自動車及び、軽乗用車。純粋な出力アップのチューニングは、比較的自由に行えるものの、排気ガス対策点検整備容量の存在と、自動車検査員の目視点検により、排ガス対策機器の取り外しは、 安易には行えない。また、日本独特の傾向として、ユーザー側でも、ドレスアップや車庫ンでならまだしも、ハイガスで車検で跳ねられるのは、恥と捉えがちであり、このため、純正以上の浄化率と排気効率を謳った、メタルキャタライザーが HKS などから発売されている。ありがとうございます。